はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は This is a Police 節目100日目ですね、プレイをしていきたいと思います。フリーバーグ大学教授、移民学生の成績を低く評価。これ意図的にやったっていうことなのかな。退役軍人のノリス、フリーバーグは戦場だと発言、どういうことでしょう。ピザレストラン、スライスホームレスにピザ提供。さあ、ではよくわからないいつものヒントですが、ルイは友を呼ぶ。まあ、ルイは友を呼ぶに関して言うとね、もう完全にそうだと思います。大人になればなるほど、もう好き嫌いでね、嫌いな人と一緒につるもうっていう感じにはなりませんからね。まあ、どうしてもね、学生の頃は、好き嫌いに関わらず同じクラスになったらどうにもならないと思いますけど、大人になるとね、嫌いな人とはもうほぼほぼつるまなくていい。もちろん仕事上どうしてもつるまなきゃいけないっていうケースは出てきますけど、まあでもそんなもんですよね。学校みたいに嫌いな人、苦手な人とずっと一緒に顔を突き合わせるっていうわけじゃないんで、全然楽かなとは思います。ではまず、事件の方ですね、捜査した事件の方最初にやっておきましょう。窃盗事件の方なんですが、小さな倉庫に行くか、もう一箇所はどこ？倉庫に行くか、住宅街に行くか。まあ、まずは、どうだろう。普通に考えたら、アパートに行くよね。いそうなところに。かつ、いきなり、スワットチーム出す必要もないでしょう。窃盗犯ごとき。じゃあ警官スロットを増やしてねっていうお願い押しておきましょう。ああ、警官スロット増やすだけしかできないって。あとはじゃあ集団ボードですね。まずは朝の8時なんだけどな。刑務所の空調システムが作動しなくなり、修理に数日かかる見込みだ。これを聞いた囚人たちは暴動を起こし、警備員に襲いかかり、独居房を占拠。複数の職員を人質に取り、囚人たちをまともな人間として取り扱わねば、人質を殺害すると脅迫している。刑務所長は直ちに問題解決ができないのであれば、国家警備隊の出動が必要になりそうだと言っていると。お、結構大事なんで、そしたらブラドにオランハナンを送りましょうか。じゃあこここそスワットに護送車出す。これなら言ってくれる。いやー、言ってくれないんだ。言ってほしかったな。じゃあスペインも送りましょう。でマフィアの分はというと、おお、爆発物は結構金になるんですね。で犯人を逮捕してくれればいいんだけど、児童の性的虐待ですね。聖歌隊のメンバーである11歳のマイケル・ソングが神父のアーロン・ハバーに性的虐待を受けたと言っている。これはもう男なんだろうな、アーロン・ハバーっていう名前的に。そしたらここはグラスゴーを主任に当てて、ゴーディンも当てましょう。2人体制。神からの試練。出た出た。もうやめてほしいわ。ボイド所長、私は心の広い人間です。ソドムの民のことも彼らが目立たないような行動をしている間は受け入れていました。ところがあの汚らしい変態ども、ズーズーしく教会のことに首を突っ込んできました。アルカディア・グライン・ゲイクラブでは公共のトイレで堂々と麻薬の取引が行われているとのことです。どうか覆面警官を送り込んで害虫どもを駆除してください。いや、これは無理だ。今4人出す余裕ないんで、ちょっと拒否しましょう。拒否というか無視しましょう。で窃盗の方は何、場所違いか。そしたらもう一個の方に急いで送りましょう。倉庫の方だったんですね。まだいるかな。そうか、主任刑事がいないからダメなのか。戻ってこないとダメ。いやー、しまったな。次のターンまで待つしかないですね。次の次のターンが。だからで集団ボードの方は解決してますね。おっと、一気に事件がババッと入ってきた。アパートハウスの住居侵入事件です。エイプリル・アルストンは男が隣人のアパートに侵入し、住民の女性に暴力を振るっている音を聞いた。彼女は叫んでいて、男は何かを要求しているようだった。なるほど。
ちょっとこれだけだと分かんないよな。誤報の可能性もあるけど、まあ、とりあえず送りましょう。で、エブリデイショッピングセンターの自動車強盗未遂。若いレジ係がタバコを吸いに外に出ると、不審な男が近くの車道に止めてあった車の周りを動き回っているのに気づいた。悪党が車の周りをうろついている。これこそね、多分誤報です。誤報なんで無視して、ゲット地区の、盗品収集ですね、収集ですね。隣人が自宅を盗難品の保管庫に改造と、ファーガン夫人は言った。あの人たち薬局で強盗して薬を売りさばいているの。これが事実だとしたら相当悪だ。じゃあ沼田を送りましょう。ここも2人で行ってほしいって言ってるんだけどな。で、こっちは捜査が始まってますが、まあ、写真がね、複数集まるまではちょっとしばらくはスルーしましょう。で、アパートハウスの方ですね。アパートのドアは破壊されており、警察はドアをノックして到着を知らせた。中から物音がしたが、また静まり返った。警察が中に入ると、暴力を振るわれてむせび泣いている女性が部屋の隅に座っていたが、他には誰もいなかった。アパートには電気が通っていない。女性を落ち着かせるか、泣いてないで何かあったのか話せというか、懐中電灯でアパートを調べるか。まあ、まずは女性を落ち着かせましょう。泣いているんでかわいそうですからね。ショック状態にある女性はまだ泣いていて、しかし震える手で部屋の片隅にあるベッドを指さした。素早くベッドをひっくり返すか、冗談を言うな、モンスターなんかいやしない、ベッドの下何もいないぞというか、ベッドの下を調べるか。ベッドの下を調べましょう。誰かいたの？ベッドの下に。怖っ。で、自動車強盗未遂の方は、よし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 。誤報をうまく見抜けましたね。家の窓には全て明かりがついている。大音量の音楽が聞こえる。開けろ警察だというか、ドアノックするか、ドアを破壊するか。まあ、まずは開けろ警察だですよね。本当に薬の取引が行われているのか。薬の取引っていうか、強盗したのか。おお、拳銃があるだ。ビール瓶を持った男がソファに座っている。近くのテーブルには銃と色とりどりの錠剤が大量に置いてある。ビールを置け、お前を逮捕するか、頭痛剤をあるかが男に狙いを定めるか。まあ、ビールを置けだな。おっと、2人の男が隣の部屋から飛び出し発砲。どうしようかな。射殺するか、一旦下がって家を取り囲むか、テーブルをひっくり返してその後ろに身を隠すか。まず身を隠しましょう。大丈夫だね、死人はいない。まあ、3人送ってよかったな、ここに関して言うと。じゃあ薬剤をマフィアに売却依頼しましょう。で、喧嘩騒ぎ、キッズバッグ。2人の若い母親が何かについて口論、そして喧嘩へと発展し、引っかいたりお互いの髪を引っ張り合ったりしている。早くこの愚か者たちをどうにかして、私の息子が怯えているわと通報。なるほどね。ちょっとね、こういう子供がいるような場所に行くっていう機会がね、僕はまだ子供がいないんでわからないんですよね。なんかね、事なかれ的な感じになるんじゃないかなと思うんですけどね、実際には。さあ、時間の流れは早くてもう夕方。なんか今日は結構同時に来るな、事件が。匿名希望の男からメアリー・ヒノホサーが盗んだ宝石を金庫に隠し持っていると通報。新しく盗んだものを持ってたった今倉庫に入っていった。武装している危険な女だから十分注意してくれ。警察のことも毛嫌いしている。まあ、それはね、強盗するようなやつが警察を毛嫌いしないわけもないでしょう。で、不審人物ですね。玄関の付近に不審な箱が置き去られているのを見つけた市民は、甲高い声で通報。絶対に爆弾、映画でよくあるでしょう。これはね、完全に誤報です。決めつけましょう、誤報だと。で、キッズパークの方の喧嘩騒ぎですね。お母さん同士の喧嘩騒ぎを犯人逮捕。子供のいる前でね、母親逮捕するっていうのもどうかと思うけど、まあまあ落ち着いてっていう感じなんでしょうね、実際には。よし。これは不審物に関しては誤報ですね。
続いては不審物じゃなくて不審人物になります。トニー・ハステッドが夜に友人と歩いていると、人が何かの生物がこちらを見に行っているのに気づいた。人か何かの生物ですね。シルエットしか見えなかったけど、モンスターみたいな見た目だった。本当に怖かったよ。俺たちは近くの農家まで走って警察に通報したんだ。これもね、誤報だと思うんだよな。宝石はマフィアに売却しましょう。さあ、もう事件はいらないぞ。今日は帰って寝よう。多分この This is the Police がね、一番長くプレイしてるゲームですね、ここ何年かの間では。あのプレイ時間っていうよりかは、そのプレイしている日数ですね。若いカップルが手をつないで会話を楽しみながら公園を散歩していたところ、レザージャケットを着た若い男が走ってきた。その男は女性の手を奪い取ると、口論でもするかのように怒鳴り始めた。目撃者によると、その男は立っているのがやっとの状況で、ジャケットの中に武器のようなものを隠し持っていたらしいと。危険人物だな。じゃあここはパワーズにミルサップに行ってもらいましょう。うわ、ここはなんとか誤報でしのげましたね。結構警官余りだな今日は。そう考えるとね、送ってもよかったなって感じもしますが、ここは万全を期して、じゃあゴーティーにブラドを送って完全に掌握しましょう。もう事件はないでしょう、今日に関しては。で、事件のですね、捜査がありますが、ここはまだまだ数が少ないので、で、ちょっとこの後にしましょう。服を脱がしたり、ズボンのベルトを取ろうとしたりしてますけど、まあ、いずれにしても後にします。で、迷惑行為か、まだ1個事件起きたか。レストランワイズドドラゴン、レストランからの騒音について近隣の住人から苦情。これで結婚式5日目よ。ああ、結婚式が5日も続くなんてすごいな。騒音、叫び声、怒鳴り声、外国の音楽、窓際に飾ってある枯れかけの花、どれをとっても下品なのと元英語教師は不満を口にした。彼女のアパートの窓からはそのレストランを見下ろすことができると。なるほどね、まあ、ここはじゃあ我慢してもらうのもなんなんで、とりあえず行ってもらう。逮捕するって話ではないと思うんですけどね、これに関して言うと。殺人事件の方、新しい写真1枚入手ですね。まだね、足りないと思います、写真の文字数が。さあ、迷惑行為の方は犯人を逮捕して、これで今日も一日無事終了ですね。さあ、節目の100日目プレイをお届けしました。次回はじゃあこの続き、101日目プレイの方していきたいと思いますので、引き続き、お楽しみいただければと思います。というわけで今回はここまでにいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。